住吉停留場は、長崎県長崎市住吉町にある、長崎電気軌道の路面電車停留場。駅番号は12、1号系統、2号系統、3号系統が停車する。路線は、東停留場を境に、長崎駅前方面は本線、赤挟ま方面は赤挟ま支線と分かれるが、列車は全て両線を直通する。 延伸当日の住吉伝帝住吉停留場は1950年の開業。延伸によって新しく開業した路線の末端であった。その後1960年に赤挟ま停留場までの赤挟ま支線が開業し、実質的な途中駅となっている。住吉停留場は平用軌道区間にあり、ホームは道路上に設けられる。ホームは停掌式で二名があり。 日本の線路を挟んで向かい合わせに配される相対式ホーム。赤羽さ寄りから見て、右に赤羽さ方面行きのホーム、左に長崎駅前方面行きのホームがある。2007年1月には上屋がテント式から景観に配慮したシェルター式に取り替えられた。長崎電機の調査によると1日の乗降客数は以下の通り、ほとんどが 長崎駅前方面への利用者で赤挟ま方面への利用者はほとんどいない。沿線にある商店街の買い物客の利用も多い。長崎駅前までは JR が並走するが、長崎市中心部へのアクセスで有利なことから近くにある西の浦上駅より上回っている。長崎市北部では最大の繁華街が広がり、 隣の昭和町通り停留場にかけては道路の両側に商店街のアーケードがかけられている。かつては人家もまばらだったが電車の開通により発展した地域である。停留場のやや長崎駅よりには長崎バス、県営バスの住吉バス停留所がある。当停留場は長崎市近郊を走る路線バスと路面電車の乗り換え地点にもなっている。 AB デン・でんぐり、宮川2000 P、P44、ABCD デン・でんぐり、宮川2000 P、P45、ABCD デン・ぐリ2005、ピアニッシモ、60、61、AB デン・ぐリ2005、P157、AB いまお2009、P57、100年市、P130、ABC 川島2013、P44、川島2007、 B116、AB100 年史、P113、100年史、P125、P ありがとうございます。